まりました。本日モーニングムービーですね、皆さんお待ちかね、いやそれでもお待ちかねじゃない、いやお餅つきたいねみたいな感じで、いろんな人がいると思います。ですね、今回、交流会が決定いたしました。ですね、その詳細が決定いたしました。そして僕がなんで生きてるのかさえ決定いたしました。みんなを幸せにするためさ、なんていう臭い言葉は吐きません。ということで、まあ関係ない話はさて大きい、ですね、2月17日の、午前10時から12時までね、お昼の12時まで交流会を開きたいと思います。つきまして場所についてです。大阪のね、心斎橋三角公園で開きたいと思います。でね、企画内容とかは特にないんですけども、ツイッターでさっき拡散したときにラッパーの子たちが、まあ、集まってくれるということなのでサイファーをしたいと思います。なので、まあ、ラップしてる人とかもぜひね集まってくれたら、ね、暇だったらでいいのでサイファーねやりましょう。もう上手い下手関係なしに楽しもうっていう感じですね。まあいろんな人が集まると思うので、まあちょっとまあいいところをね感じて自分にしてくれたらなとかも思いますし、僕はその後高校生ラップ選手権の大阪のオーディションなのでね、ちょっとそうしてくれたら、まあ、緊張もほぐれるかなっていう感じでたくさんの人が集まってくれるのをお待ちしております。ですね、もうラップやってない人とかでも全然いいんですよ。普通に喋りたいとかコラボしたいとかいう人いっぱいね、いっぱいいるかどうかわからないですけど、いっぱい来てほしいなと思います。ちょっとしかいなかったらちょっとでもいいです。一人もいなかったら一人でもいなくていいです。僕2時間そこで、まあ泣いてます。はい、ということでね、話は進んでいきましたが、スカキャンとルイ君と僕が、ね、基本、まあ、TT のメンバーが集まりますですね。で、そして、まあ、YouTuber、超有名なタレゾさんも実は来ることになりました。イエイ。ハウスウェルネスシーセですね。もうとても有名な方で、あの人も集まってくれるということで、僕はとても、心をドキドキワクワクしております。あんな大先輩に会えたらと考えると僕はもう今日も寝れません。ということで、本日のポニキームービー、告知ですね、2月17日日曜日午前10時から12時まで、大阪の心斎橋の、三角公園にて、僕の交流会ね、おしゃべりしたり動画撮ったりラップしたり、ぜひ皆さんで楽しみましょう。ということで皆さんさよなら。